それじゃあドライヤーしますか。
ちゃんと歯磨きするんださ。わかった？いいお湯だった。よいしょ。あら、まだ起きてた？ん？なーに？これって耳かき？耳かき握りしめて私が来るのを待ってたんだ。ほんとにも可愛いんだから。いいですよ。ほら、ここ。私の膝の上に頭乗せて寝っ転がって。そう、膝枕。よし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 よーし。いい子でちゅねん。さあ、こっちの耳を上にしてね。そうそう。膝がくすぐったい。それじゃ、耳の中見せてね。耳の中綺麗だね。だって2日前に耳かきしたばかりだもん。いいのいいの、分かってるから。膝枕してもらって、お耳カリカリしてもらいたかったんだよね。それじゃあ、耳の中カリカリするけど、痛かったら言うのよ。行くよ。私がいないから寂しい。いいじゃない、こうして奥さんになってあげたんだから。ほんと私のこと大好きだよね。よし、寂しいんだったら復職しようか。そしたらうちでも会社でも一日中一緒にやれるよ。you
してあげるね。
眠くなってきた? じゃあ、上向いて。 じゃあね。 こうだ。 どう? まぶたの上に乗せた私の手。 あったかいでしょ? あったかくて気持ちいいね。 このまま寝ちゃっていいからね。 ごめん、ごめん。はーい。シャンプー持ってきたよ。え?洗ってほしい?しょうがないな。いいよ。それじゃ、よいしょ。 よし、それじゃ、行くよ。 どこか痒いところがない? ここ? この辺? ここね。 終了。って、ああ、お鍋火にかけたままだった。上がったらドライヤーかけてあげるから。またね。 よし。それじゃあ、ドライヤーしますか。 Thank you.
終了。ちゃんと歯磨きするんだぞ。わかった？ いいお湯だった。 起きてた？ ん？何？ これって 耳かき？ 耳かき握りしめて私が来るのを待って。